はい、今回はボートシミュレーターという自分がヤギになって街を探索するというゲームをやってみたいと思います。おお、煙が出ている。ヤギ、なんか積極的に多分破壊願望があるタイプの生き物ではないなと思うんですけど、ヤギ見た目の割にめちゃくちゃ強くて、私も幼少期ヤギぐらいだったら勝てるだろうなって思って角を押してみたらすごい勢いで吹き飛ばされたのを覚えているので、そうですね。あとはその蹄の精度が非常に高くて、非常に効いてあった壁なんかも登ることができて、岩山の絶壁みたいなところにヤギが歩いているのを、その写真として見たことがある方も多いかなと思うんですけど、身体能力としてはそれだけの高いところに登ることができて、なおかつその断崖絶壁の上に暮らすことができるっていう点で非常に丈夫な生き物っていう印象はありますね。なあ、ガソリンスタンドが、あ、これですかね。右手に見える。おお、家屋に侵入しましたね。飛ばされて。クリーチャーって言ってますね。あ、出られるかと思ったら、あ、行けるか、行けた。高いとこ得意ですかね、ヤギは。もう既に比較的跳躍力はある生き物だから。すごい冷静な人でしたね。このヤギはだいぶ丈夫な、ただでさえ、ヤギってのは丈夫な生き物なんですけど、その中でも、とりわけ、多分丈夫で。でもそれでも、やはり大きな得点を稼ぐためには、爆発物を狙うのが吉ってことが分かったので。やっぱこの、結構、急斜面も登れるのがヤギって感じですね。すごい陽気な人間が。怖い生き物の餌食になるのはやっぱ陽気な人間って相場決まってますからね。あ、人間がたくさんいて、あー、でも飛ばされてしまった。もう爆発しそうな感じする。だんだんなんか爆発によるヤギの飛距離を競う感じになってますね。でもヤギだから仕方ないかって気持ちになりますよね。人だったらなんかもっと心が痛みそう。でもヤギは店内めちゃくちゃに必要だしなって思いますね。質問集会ありますね。一度逃げ惑ってもまた同じ行動を取ろうとするからすごい意志が強い。ヤギではなかなかないですけど、この
まあ、車の向かいから急に鹿が飛び出してきたりすると本当にまあ、むしろここではヤギがヤギより、まあ、ヤギそんなスピード出てないっていうのもあるんですけど、結構スピードを持って鹿とかが来て衝突したら車ハイハしたりするらしいですね。バイクとかだと命の保証がないぐらいの、あ、でも実績解放したみたいです。やっぱヤギらしい。でバーって書いてありますけど、日本だとなんか羊とかヤギってねえっていうイメージだと思うんですけど、海外だとバーが主流らしくて、古代エジプトだとその魂のことバーって言ってたんで、その羊が結構魂のモチーフになったり、モチーフとして銅像になってたりしましたね。石像か。これ花火っぽい、花火なのかな。ああ、根源的恐怖を煽られるような、なんか人を乗せました。すごい、こんなやつに降りる気がない、なかなか単に行ってない人ですね。強い体幹、絶対ヤギから降りようとしない人間。ここまで来ても降りないとは。ここに来て人間突如降りましたね。いや、人間降りてなかったですね。ヤギの強さは存分に出ていたところ、またヤギの顔立ちというか、まあ、舌は異常に長いんですけど、人間引っ張れるみたいで、ただそのヤギの横長の動向というところが非常に、まあ、ヤギらしさとか再現されていたかなと思ったんですけど、まあ、でもこのヤギの人間社会を破壊していく様子っていうのはなかなかすごい、人間の身に生まれてしまうと叶わないことなので爽快かなと思ったんですけど、最後人間がいつの間にかヤギに乗った状態で絶対に降りなくなるっていう人間の胆力の強さを感じましたね。ターゲット層が一切掴めないまま終わりました。今後このゲームをすごい好む人とかに出会ったらいろいろ聞いてみたいなと思います。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。